新たな脅威には十分な情報が必要。ウォッチモトジャパンへようこそ。今回は新型コロナウイルスについて知っておきたい10のこと。China's Health Commission is warning the ability of the deadly coronavirus to spread is getting stronger. ここでは爆発的に広がったコロナウイルスに関する情報をチェックするよ。不必要なパニックを回避してリスクを最小限に抑えるために役立てて。第10位、コロナウイルスとは。気になるなら情報を集めるのがベスト。健康被害のこととなると恐怖を煽る現象が起こりがちだからね。 News about the coronavirus is spreading fast, but so is misinformation. Much of it is stoked by fears online. まずは新型コロナウイルスの正体を紐解きましょう。コロナウイルスは単体ではなく、よく知られているウイルスの集合体。引き起こすのは風邪や薬を必要とする呼吸器官症がほとんどだけど、特に人同士の感染が広まることで命に関わる症状が出ることもある。過去20年間で発生したものとしては SARS と MERS が有名ね。 But some experts fear SARS may now spread further. 第9位、発生源はどこから。今回のコロナウイルスの正式名称は COVID-19 で、新型コロナウイルスや発生地である中国武漢を指して武漢コロナウイルスとも呼ばれてる。発生源は海産物や動物を扱う市場だと考えられていて、正確な特定は困難だけど、ウイルスの遺伝子配列の研究でコウモリが最も可能性の高い原因として指摘された。コウモリは関わってるかもしれないけど、拡散されたコウモリのスープを食べる女性の動画はウイルスの発生とは無関係。撮影地も武漢じゃなくてパラオだし。第8位、症状は。深刻な感染症には簡単に見分けられる特徴があることが理想的。残念ながら新型コロナウイルスは風邪に似た症状を引き起こすウイルスの一種で、感染しても現れるのはほとんど咳や発熱、息切れといった風邪と共通する症状ばかり。It seems quite mild in lots of people, and probably those people don't end up in hospital at all. We only know about the more severe cases. ただし、新型コロナは肺炎を引き起こす可能性もあって、一部の感染者は吐き気や嘔吐、下痢の症状も。第7位、どうやって広まる？コロナウイルスは呼吸器系を介して拡散する。つまり、咳やくしゃみね。これは科学的に言える数少ない事実の一つ。ウイルスは感染者から離れると生き残れないから、中国からの荷物を受け取っても感染の心配はなし。けれども拡散経路を複雑にしているのは不透明な潜伏期間。アメリカ疾病予防管理センターは正確に特定できず、2日から14日の間としていて、平均5日間と示唆する研究もあるけど誰も信じてない。一番厄介なのは、発症前でもうつる可能性があるってこと。Authorities are now warning that the virus is contagious during its incubation period. 第6位、どうやって身を守る？ウイルスが発生した時のルールは大体同じ。よく手を洗って衛生状態を良好にキープすること。公共のトイレや交通機関を使う時は特に注意して、洗ってない手で目や口を触らない。それと、病気の兆候がある人とは密な接触を避ける。呼吸器に関わるウイルスだから、マスクが買い占められてるけど、完璧な防御というよりは予防レベルね。ウイルスの感染力はまだ議論の段階で、一人の感染者から 1.4 人から 5.5 人に移ると言われてる。第5位、治療法は？残念ながら現時点で新型コロナウイルスのワクチンは存在しない。しかも、すでに感染した人々に効果的な抗ウイルス治療もないの。つまり、当分確実な治療法がないってこと。その代わり症状を緩和したり、重症の場合は大事な臓器をケアしたりと、
医療機関はできる限り患者の免疫システムをサポートしてる。免疫システムによってウイルスを撃退できるし、入院することで体を癒す最善策が取れる。第4位、どこに広まった？观察情况看，潜伏期大约在10天左右，最短的潜伏期有1天发病，最长的潜伏期是14天。潜伏期具有传染性。新型コロナウイルスの一番の恐怖が拡散スピード。Two of the people who died are outside the infection hot zone, as it's known, in China's central Hubei province. There are at least 830 confirmed cases of people sickened by the virus. The number of reported illnesses outside mainland China, it's also up this morning. 始まりは2019年の12月。8人だった感染者は1月までに41人に急増。隔離したにもかかわらず、ウイルスは中国全土に広がって、1月31日には感染者9000人、死者200人以上に。As you can see from this graph, the number of cases has spiked over the past week, and the city of Wuhan continues to be at the center of the outbreak. 不運にも武漢は中国の港湾都市で、感染者はオーストラリアや北米、ヨーロッパ、中東など20カ国で確認されている。幸い少数の感染しか報告されていない地域では感染の可能性は低いまま。第3位、死に至る。 Chinese authorities are warning that the deadly coronavirus is becoming more infectious as countries around the world scramble to limit the outbreak. 新型コロナは他のウイルスより死亡率が低いことが分かっている。例えば SARS の死亡率は 9.6% で、MERS の死亡率は 34.4%。 Symptoms include fever, cough, and shortness of breath. For many, those symptoms are followed by more severe complications, such as pneumonia and kidney failure. The World Health Organization estimates that 36% of infected patients have died from MERS. 現在まで新型コロナの推定死亡率はわずか 2%。 肺に疾患のある患者が死に至るケースがほとんどで、感染した人の大半は回復するそう。実際中国やオーストラリア、日本、タイではすでに多くの回復例がある。 A growing number of pneumonia patients are now in recovery. The first case in Pingxiang City in Jiangxi province has recovered and been discharged, as well as two more patients in Shenzhen and two more in Shanghai. でも拡散を止められなければ 2% でも壊滅的な状況になりうる。第2位、世界規模の緊急事態。2020年1月30日、WHO は新型コロナウイルスについて国際緊急事態を宣言した。The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. この宣言の目的は状況を世界規模で認知させること。There are now more than 7,700 confirmed cases worldwide, the death toll climbing to 170 in China, where cases are now confirmed in every province and 20 countries around the world. それに影響を受ける国と受けない国両方に対策をさせる狙いもあった。強制力のある措置ではないけど、強力な勧告ね。宣言のきっかけは中国の大流行ではなく、保険制度の弱い国に波及する心配があったから。The World Health Organization is being very clear. They are commending China for this response. Dr. Tedros in his remarks just now saying that we would see many more cases around the world and potentially deaths if China hadn't acted the way that it had. 今回で WHO の緊急事態宣言は2009年以来6度目。続ける前にチャンネル登録を忘れずに、通知をオンにして最新動画のお知らせも受け取ってね。通知は時々か全部受け取るか選べるよ。第1位、ワクチンはいつできる？一番の急務は、ワクチンの開発と展開にどのくらい時間がかかるか。あいにくこれも回答が難しい問題の一つ。中国がウイルスのゲノムを公開して、世界中の科学チームが一丸となって取り組んではいるけど。Work is underway on a vaccine in a number of labs around the world, including here in Canada.
2020年半ばの展開を望む研究者もいるけど、実際もっと長く待つ必要があると示唆されてる。The reality is, it will take over a year, in my expectation, to really find a new vaccine for this. So we need to really use epidemiological controls to really get this situation in a better place. SARS はテストまで20ヶ月かかっていて、今回は人体実験まで1年近くかかると予想されている。But what I can say is that even with the most rapid acceleration, I don't believe we are going to see a vaccine that is ready probably for a year. ランキングはどうだった？ウォッチモードジャパンで他の動画もチェックしてね。チャンネル登録と通知をオンにするのも忘れずに。最新動画のお知らせも受け取ってね。